パイオニア大好きの毎週禁止改定のコーナー、イエーイ。ということで今週はね、第7週目、そう、最新フォーマットパイオニアね、毎週禁止改定があるっていうね、まあとんでもないフォーマットで、まあそれの第7週、そしてね、第7週にはなんとね、このパイオニアのね、デストロイヤーである王冠泥棒王子がね、ついに禁止になりましたね。そう、王冠泥棒王子はもうさすがにね、ちょっともうそのマジックの歴史から見てもね、ヤバすぎるカードなんですよね。ちょっと1枚でそのクリーチャーをね、全て詰ませるっていうシステムが出来上がってるカードで、ちょっとこれを語り出すとね、もう止まらなくなるんで、前の動画を見てもらえたらちょっとこれへの気持ちが伝わると思うんで、よかったら見てください。で、あともう1枚禁止カードがあって、まあそれがね、なかなか驚きの、あの運命の傷のネクサスですね。で、ネクサスはね、そのスタンの時期強すぎてほとんどのプレイヤーが禁止されるだろうって危惧してたんですけど、まあそんな中ね、本当のギリギリのね、綱渡りを制して、まあその禁止されずにスタン落ちしたっていうカードだったんですけど、まあそのスタンで禁止されなかったカードだから、パイオニアではね、やっていけんのかなと思ったんですが、まあまさかのね、禁止カードになっちゃいましたね。ちなみに、スタンダードで禁止にされなくて、パイオニアで禁止になったカードっていうのが、フェッチランドを除くと、この芳醇の神殿とネクサスだけなんで、なんかこの2枚に関してはね、なんか他の禁止カードとは別のなんか危険さっていうか邪悪さを感じるので、なんかそれを今後も覚えていきたいなと思っております。で、公式からね、今回このオーコとネクサスを禁止した理由みたいな発表あったんですけど、もうそのオーコに関してはね、なんか公式もね、なんかもうその最強カードすぎました、ごめんなさいみたいな感じで、なんかあんま深いこと掘らないで、もう最強でしたすいませんっていう感じだったので、もうもうどうしようもないカードだったんだなっていうのをなんか読みながら感じましたね。で、ネクサス、その運命の絆の禁止理由に関しては、これね、結構変なカードなんだよね。一応カードについて説明すると、まあ、7マナの青のインスタントで、で、青特有のね、追加ターンを得れるっていうカードなんですが、まあ、インスタントなんで、普通のその青の追加ターン系って大体ソーサリーなんですけど、まあ、インスタントで隙がないっていうことで、だから、コントロール系がカウンターとか構えながら、相手のエンドに何もなかったら、その追加ターンを得れるみたいな感じのが、まあ、その最初ね、当初思い浮かべてた我々の使い方だったんですけど、これインスタントであることをね、悪用して、その、荒野の再生っていうエンド時に土地が起きるカードがあるんですけど、そのエンド時にマナ出して土地が起きてもう一回マナを出すと、まあいともたやすくね、7マナが出せるっていうことで、まあそのギミックを使って、すごい早いターンにネクサスを打って、でまたネクサスを打ってみたいな感じで、なんかネクサスからネクサス、そのまあドロースペルと合わせて擬似的なね、無限ターンに突入するっていうのが、まあネクサスっていうコンボデッキなんですけど、まあこのカード終わってんのが、墓地に行った時に、まあデッキに戻るんですよ。で、それが普通に使った後にデッキに戻るだったらいいんですけど、もうこいつの常在的な能力で、こいつが墓地に落ちたらとにかくデッキに戻るっていうのがセットでついてるせいで、なんかそのハンデスとか打ってね、抜いても必ずデッキには戻っちゃうんですよね。だからその根本から問題を断つことがめちゃめちゃ難しいカードで、で、しかもまあそのデッキに戻るっていう仕組みと合わせると、まあその終盤ね、どんどんそのドローで手札を増やしてって、で、デッキの中のカードがもうそのネクサスだけになってくんで、だからその擬似的な無限ターンっていうのが成立しやすくなるんですよね。で、これね、擬似的な無限ターンなんで、本当に無限突入してるかどうかっていうのが確定してないんですよね。だから、なんかもしかしたら 98% ぐらいの確率で無限ターン止まるかもしれないみたいので、なんか投了するにも投了できないんですよね。だから、なんか相手のその無限ターンをひたすら待ってなきゃいけないっていうので、まあ、とにかく不愉快とか超惨めな気持ちになるデッキなんで、公式の禁止理由にも超不快なカードですみたいなことが書いてあったんで、まあ、そうだなと思って、まあ、禁止理由としては納得のカードでしたね。もう、まあ、強いは強いんですけど、まあ、それ以上にね、なんかその、なんつうんだろうな、確実に成立しない無限コンボを待ってなきゃいけないっていうのが、まあ、とにかく不毛だなって思ったんで、もう負けが確定したらいいんですけどね、そうじゃなくて、なんかね、わずかな確率で無限が止まる可能性があるので、見てなきゃいけないんですよね。っていうので、まあ、荒野の再生と、まあ、そのネクサスを使ったコンボデッキは、パイオニアでも結構活躍してて、ただまあそんなね、もうめちゃめちゃどうしようもないぐらい強いっていうコンボデッキじゃないから残るかなと思ったんですけど、まあ禁止になりましたね。まあ明確な弱点としてはね、その3マナのテフェリー、3テフェリーがいるとエンド時にそのネクサスが打てないんで、で、あのデッキ自体がまあそういうね、そのドローとネクサスを打つことにだけ特化させてるから、なんか相手のカードをどかす手段とかがないんで、本当に3テフェリーが着陸したらね、なんか動けなくなったりするみたいなことは全然あるので、なんかそういうデッキの使用上ね、まあ弱点が明確にあるけど、やっぱね、積むデッキは積むし、あとその積まされた時のね、待ってる時間がね、超悲しくなるからね、まあそういう理由で、まあ禁止したのはね、超妥当だなと思っております。で、まあ、あとそうだ、一応ネクサスね、まあ、その知らない人のために説明しておくと、まあ、てか、つってもな、今後パイオニアで見ることないから説明する必要はないと思うけど、一応説明すると、その荒野の再生を置いて、ネクサス突入するまでの間、耐える手段として、フォグ系のカードをよく使うんですよね。その、まあ、カード1枚使って、このターンのダメージを全部軽減しますみたいな、まあ、そういうその場しのぎだけのカードを使いながら、まあ、耐えるっていうのをよく使うんですけど、普通のね、デッキのその1ターンフォグなんかで耐えるっていうのはあんま価値ないんですが、まあ、このデッキはね、もうとにかく耐えて、ネクサスまで入れば、無限ターンで
も負けることがなくなるみたいな関係上、そのフォグよく使うんですね。で、そのフォグっていうのは、やっぱね、打たれると、本当に一旦丸々しのがれちゃうんで、かなりきついカードだったんですけど、まあ、それをね、抑えるための手段として、その乱撃算っていうね、一番のショックにおまけがついてるカードがあって、あれとかがなかなか効果的で、まあ、値段高騰してたんですけど、その、まあ、ネクサスがなくなると、ただの、まあ、そのショックの上位互換なんで、まあ、ショックの上位互換いえども、やっぱそのショックがパイオニアでそんな強いカードじゃないかもしれないから、乱撃算の価値みたいなのね、一気になくなっちゃうのかなっていう気してますね。そう、乱撃算のね、このターンダメージ軽減できないっていう部分がね、もう、明らかにその露骨にネクサスにね、刺さってたから、だからそれのおかげでなんかね、乱撃算は値段いい感じになってたんですけど、ちょっとそれがどうなるか気になるところですね。まあ、乱撃算ね、言うて運命再編にしか入ってないカードなんで、なんか必要だなって思った時は高くなるカードだからね、まあ抑えておきたいなと思ったけど、まあ抑える必要ちょっとなくなっちゃったのかなっていう気がしております。はい、ということで、まあ以上2枚がね、まあ今日のね、禁止改定で禁止されたカードでした。で、まあ、今日の禁止カードの紹介が終わったんで、まあ、あとはね、なんか俺が注目のカードをね、ご紹介していこうと思うんですけど、そう、前回コメントになんか注目のカード、皆さんが思う注目のカードとかあったらコメントいただけると、なんかその会話の種にもなるんで、ぜひコメントお願いしますみたいになったらね、なんかいくつかあったんで、それをご紹介していこうかなと思います。そうで、視聴者さんのね、注目のカード、1枚目はね、魂ハギですね。魂ハギはね、すごいなんか一部でね、ファンが多いカードなんですよ。そう、モダンとかでもね、ちょいちょいそのファンデッキみたいなカードで使われるやつなんですけど、6744の探査持ちのクリーチャーで、まあ、普通に使うとね6マナ44能力なしなんですけど、その探査でね追放したクリーチャーカードが持ってる能力をそのままこいつが持てるっていうので、だからその探査で4マナ軽減できるっていうこと自体が、まあ、まずこいつのねメリット能力なんですけど、その探査で追放したやつが持ってるその飛行とかねトランプルとか二段攻撃とかを引き継げるんで、そうだからまあ1枚にねいっぱい能力が詰め込んである系のカードを追放することで、まあこいつのコストも軽くなるし、もう能力も満載になるみたいな感じので、まあ人気が高いカードなんですよね。でよくやるのが、まあ原初の夜明けゼダルバだっけっていう、まあ巨大プテラノドンみたいなカードを追放すると、まあゼダルバが飛行二段攻撃警戒トランプル破壊不能持ってるんで、まあそれだけでね、まあめちゃめちゃ強い生物が誕生するし、で他にもなんか呪言持ちのやつとかを追放することで、これに呪言つけてもう何があっても死なないぞこいつはみたいな、ね、究極生命体を生むことができるんで、だからその究極生命体好きみたいなやつらはね、もうたまらなく好きなカード、まあ、魂ハギさんですね。まあ、モダンで結構ね、その人気が高くて、ちょいちょい使われてるんで、まあ、パイオニアだったらもしかしたらね、なんかいい感じの立ち位置にね、なれる可能性も秘めてるんで、なんかこのまま研究が続いてほしいなっていうカード、まあ、魂ハギさんでした。その探査コストを使うことによって、まあ、2マナまで最大軽減できるのも強みだし、普通にその墓地のクリーチャーのね、組み合わせで君だけの最強生物を作ろう、イエーイみたいなのをね、まあその男の子が興奮するようなところなんで、そうね、まあ特にね、デザルバなんかね、追放してね、出てきた時とかね、もう超テンション上がるからね、これが俺の最強の魂ハギだみたいになるから。まああとはその探査で避ける4マナ全部使って、そのマジック・ザ・ギャザリングにおけるね、もう能力を全部持った究極生命体パーフェクト魂ハギみたいなのを完成させるのも、まあそのゲームの勝敗と別の部分でね、楽しいところだと思うんで、ぜひ挑戦してみてください。ちなみにね、探査はね、この不特定マナの分までしか払えないんですよね。だから、まあ墓地のカードをまあ5枚6枚ね、探査に当てて、まあ魂ハギ出したいなと思っても、魂ハギの場合はこの4までなんで、だからそこ注意してください。その昔の探査はできたんですよね。そのタルキールになった時にちょっとね、絶妙なね、変更が加えられて、それのせいで探査で当てられるマナコストっていうのが、もうそこまで、そいつの無色マナまでになっちゃったんで、だから昔のルールでやると、そのなんだっけ、墓忍びとかの時はできたんですけど、今の魂ハギはここまでしかできないんで、だからね、最近復帰した人とかで、なんかちょっとルール変わってんなみたいなこと起きるかもしれないので、魂ハギ使用の際はね、ご注意ください。で、次のカード。で、次のカードは殺戮の暴君ですね。そう、殺戮の暴君もね、かなりファンが多いカードなんですよね。まあ、イクサランで登場したそのシンワリアの恐竜で、6マナ76で打ち消されないトランプル呪言というクリーチャーで、そのザ・コントロールキラー、その緑はね、時々このコントロールに対してね、凄まじいヘイトっていうか、なんか緑はなんかお前ら青なんか殺すことはもういともたやすいんだぞみたいな感じでね、とんでもない生物を出してくることで有名で、まあ、6マナ76打ち消されないもう呪言っていう組み合わせがやばすぎますね。もう打ち消されないからカウンターで対処できないし、しかも呪言だからその除去も効かないしみたいな感じで、もう出てきたらもうコントロール側その全除去リセット系の呪文を打たないと絶対対処できないんで、だからまあこいつをね、その絶え間なく出すことでもコントロール必ずいつか死にますね。だからその黒のなんか墓地からクリーチャーをね、手札に戻すとか、そのデッキトップに戻すみたいなカードと組み合わせて使うことで、まあいつかコントロールを殺せることができるんで、そのね、ゴテフェとか超強いコントロールプラン取られても、その殺戮の暴君を出し続けるだけで必ず勝てるんで、だから今青白コントロール
ールみたいなのはかなりそのパイオニアでね、なんか活躍の兆しが見えてるけど、もうそういうやつらには殺戮の暴君を出して、もうあのこうお前が考えてるほどこの世界は甘くないみたいなのね、見せつけてやってください。そう、殺戮の暴君もかなりいいカード。で、パイオニアは、まあ、モダンごとね、まあ、そのインチキーコンボ、なんかもうクリーチャーを出した開始に隙があったからもうワンタンキルされましたみたいな、そういう展開ってないと思うんで、なんかまあ、6マナ76ってね、すごいあの小粒のあのビートダウンとかに対してはもう出てくるの遅すぎて牽制力ないかもしれないけど、まあ、とはいえ、なんかその出した隙に死ぬみたいなね、そういう展開はあの、モダンほどないので、なんか全然ね、使ってて、あの、まあ、言うてね、あの76のパワーがあるんで、なんか早いビートダウン相手にもなんか終盤からダメージレースをしたりができるから、あんまり腐ることなく入れれて強いカードで、しかもコントロールなんかも完全に詰ませられるカードなんで、これもねかなりいいカードだなと思っております。しかも新ワリアでね収録されてるのが、まあ、イクサなんてかなり人気のないエキスパンションなんで、あの欲しい人はね今のうちに買っておいた方がいいかなって思ってるカード、殺戮の暴君さんでした。俺はねめちゃめちゃ好きなカード、本当にね、あのイラストも好きだし能力も好きだし、なんかあの男らしくてね超いい、ってか頼もしい。とにかくなんかお前がいればなんかあのあんな邪悪なやつら一瞬で粉砕できるぜみたいな感じのね、そのワンパンマンみたいなね、そういうあのなんか男らしさを感じるカードでね、俺は非常にこいつを相棒にしたいなって思いながらゴテフェと一緒に戦っております。で、今日紹介最後のカードで、今日紹介最後のカードはこの殺戮の暴君に対してはねかなり効果的に効くカード、生命チラシのゾンビさんですね。生命チラシのゾンビはね、基本セット2014に出てきた、あのなんつうんだろうな、対抗色への対策を持ったクリーチャーサイクルのその黒なんですよね。だからどの色のクリーチャーもその自分の対抗色に対してなんか有効にね、あの機能する能力を持ってるんですけど、この黒のゾンビはねその中でも結構ぶっ飛んで強くて、まあその3マナ31の威迫も、威迫じゃないか、威嚇か、そう、自分の色かね、アーティファクトにしかブロックされないっていう回避能力で、まあタフが1で貧弱なんですけど回避能力あるから殴り続けれて、でさらにこいつが出た時のその対抗色へのね対策効果がかなりえげつなくて、対戦相手1人の反動を見てその中にある緑か白のクリーチャー1枚を追放できるんですよね。だからあの普通にねボディがね9大点なのにもかかわらず、出た時の能力がもう2マナ相当ぐらいのね強さを放ってるっていうので、まあ、2マナはないか、まあ、1マナ相当だけど、まあ、相手の反動見るだけでも結構強いからね、その相手がね緑でも白でもないデッキでも一応反動を覗くことでなんかあれ除去が控えてんなとかがわかるから、まあ、反動を覗けるっていうのは結構強いし、しかもまあサイズもそんな悪くないしっていうことで、まあ、今そんな活躍してないけど、なんだろう、そのサイズ的にも申し分ないし、緑か白が強くなったらねこの能力なんかもとんでもなく跳ねるだろうしっていうことで、まあ期待の1枚ですね。俺これね、なんならモダンぐらいの時期からねなんか強いんじゃないかなと思って4枚揃えてあるんで、なんか活躍してくれるといいなって結構個人的には思っております。はい、以上が、まあ、その視聴者さんが、まあ、コメントに書いてくれた、まあ、期待のね、パイオニアのカードでした。まあ、今週もね、コメントかなんかに書いてくれたら、来週の話にね、あの、反映させようと思うんで、よかったらね、なんか書いてみてください。やっぱね、なんか、あの、語るカードが、あの、定まってる方が喋りやすいんで、コメントあるのにすごいありがたいです。ちなみに、俺、個人的にね、注目してるカードとして、あの、召喚の調べがね、強いと思ってるんで、よかったらね、それもコメントに書いてくれると、来週語りやすくなるので、ぜひコメントしてください。はい、ということでパイオニア禁止改定残すとこあと2回、よければね最後までお付き合いください。それでは皆さん、また次の禁止改定でお会いしましょう。さようなら。